今議会で県は玉ねぎ農家への支援金やプロスポーツチームへの支援金などのほか、国の第二次補正予算による交付金などを財源に、医療従事者への医療金などの予算案も追加提出。今日合わせて591億2300万円の補正予算案が賛成多数で可決されました。一方、山口知事は昨日、県有明海漁協の新組合長に西久保聡さんが選任されたことを受け、次のように述べました。海の苦しみあったかもしれませんけれども、これから漁協さんともしっかりと有明海再生という本来我々が共通の目標にしていること課題に対して連携を取っていきたいと思っています。外でね、偶然出会ったりしてて、なんか非常に懐の深いというか、とても人間的な方だと思っています。県と漁協では今後、佐賀空港へのオスプレイ配備問題での協議が注目されていて、山口知事は来週を中心に西久保組合長と面会するよう調整するとしています。